はい、こんにちは。パープルあさみです。We are four, 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 four. ということで、本日の企画くん。中国のよくわかんない変なチョコのお菓子食べてみた。やばい、待って、止まった。はい、ということで今回9点で、違う。見て、よくわかんないでしょ、本当に。もうどういうお菓子かも知らないんだけど、本当に買ってきた。本当に買ってきたってわかんないけど。チョコのお菓子っぽいね。なんか、すごいね、なんか脳みそが弾けてるみたいな。今日はこちらの中国のお菓子を食べていただいて、あめます。あ、いや、それではおなじみの、せーの、せーれちゃぷん。こういう感じでさ、小分けされてるんだね。あ、小分けされてるのめちゃくちゃ良き。だってさ、友達とかにもさ、あげれるじゃん。あげる友達いねえわ。学校とかにもさ、持っていけるからさ、いいね。ここにタコさん、あ、タクさん、あります。ちょっとね、一個開けてみようか。開けてみようか。見てこれ。じゃじゃん。なにこれ。丸焦げのボールみたいな。え、これ、食べ物大丈夫？これさ、中国のさ、お菓子なんだけどさ、大丈夫？中国のお菓子ってさ、結構大体やばいやつ多いじゃないですか。あの、やばいっていうのはそういうね、変な意味じゃないからね。変な意味だよ。そういう変な意味で言ってるんだけど、手がすごい、なんか、あれみたい。なんか、あれね。伝わってほしいな。手が汚れる、そんな大きな手袋。はい、ということでね、もうバッチグーで、開けていきます。おー、宇宙から降ってきた、焦げた、なんか衛星みたいな。衛星ってわかる？あの、衛星だ、衛星。匂いはね、結構オレオのチョコの匂いがする。てか、オレオのパクリだ、これ。なんか開けるときにさ、ボロボロ落ちるんだけど、なんか治りかけのニキビみたいに。ね、すごいボロボロ落ちる。来たな。来た来たって言っちゃった。来たなって言っちゃった。ちょっと待って、これ潰れてんだけど、これ何？ちょ、中国さ、これ潰れてるよ。ちょっとこれ本当に中国らしいなって。こういうことするからね、中国さんはね。いい意味で。いや、いい意味じゃないな。はい、ということで、泥団子。あと泥団子じゃなくて、中国のよくわかんないお菓子を並べました。はい、もう本当にね、泥団子だよって言ってもね、子供騙されちゃうのかなって私は思いません。よし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 、せーの。いただきます。へぇー。あ、うん。意外と美味しい。サクサクっていういい音もする。うん。中にね、クリーム入ってるよ。意外だね。なんかギャップ萌えじゃない？まさかのこの中でクリーム入ってると思わないよね。なんかめちゃくちゃいいギャップ。なんか洋服脱がしたら巨乳だったみたいな。当たりだ、当たり。やだ。思ったよりこれ美味しいんじゃない？丸焦げのお菓子みたいな感じなんだけど。意外と美味しいな。なんかオレオチョコみたいな感じだね。なんかソーセージみたいな。ソーセージ双子みたいな感じ。ところどころね、剥げてる部分がある。ストレス溜まってるんかね。うん。めちゃくちゃサクサク言うじゃん。音取ろうか、音。これマジで美味しい。びっくりドンキーだよ。自分が思ってたのがここだったら、この辺だよ、この辺。めちゃくちゃうまいよ、これな。変な泥団子だけどよ。味なんかよりもこのサクサク感を聞きたいから、食べてる自分がいる。男女で遊ぶ時に女の方には興味ないけど男の方にだけ興味がある女みたいな、そんな感じよね。味には興味ないけど音には興味があるみたいな。はい、ということでやっぱりお茶。あー、生き返る。いやー、うめえな、お茶って。あー、お茶って飽きないもんね。飽きたことはないでしょ。冬の
乾燥肌のクッキーみたいな感じの食感。甘すぎな、甘すぎのとよみつだよ。誰？びっくりしたよ自分でも。誰と思って、ドゥンドゥンドゥンってさ、たまたまみたいなね。たま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 きんたまきんきんきん。やっぱこれ中国お菓子あるあるで、あのね、均等にね形が揃ってないよね。例えばこういうのあったりとか、こういうのあったりとか、ほらこういうねめちゃくちゃハゲてるやつがあるとか、デコボコのやつがあるとか、これ中国あるあるでね、中国の菓子ってなんかね、この均一性がないっていうか、まあ統一性がないっていうか、なんかちょっとね、なんか絶対なんかしらバラバラなんだよね。まあそれがね、あの中国さんのいいところでもあって、あのすごく悪いところなんですよ。どっちだよ、どっちなんだよ。やばいやばい、あくびしたら見られちゃった。今の味実はね、あくびじゃないんです。口を大きく開けただけです。うん、気持ちいい、肌重い、ソフィー。あれね、ソフィーのね CM めちゃくちゃ好きなんだよね。どこが好きかっていうと、最後のソフィーってこの耳元でささやかる感じ、あのソフィーって、あれたまんないね、ソフィーみたいな、この耳元でさ、ささやかれるのよ。もうあれがたまんない、マジで。だから私ソフィーの CM が一番好き。あれ誰が言ってるのかね、ソフィーって。あれ声優さんかな、女優さんかな。あれ私やりたいな。鼻甘いソフィーもうこれアウトだな、アウト。もう言っちゃってるもんな、普通に声かな、ソフィーって。もう言っちゃってる言っちゃってる。うん、おいしい。え、すごい、全然歯についてない。なんかオレオ食べた時ってさ、めっちゃ歯につくじゃん、あれ嫌いなのね。これ全然歯につかないじゃん、最高最高だよ。これ何、私ね歯につかない食べ物この世で一番好きなのよ。歯につかないっていうだけで好感度超上がる。女のことをお前呼びしない男ぐらい好感度上がる。どんだけイケメンでもね、なんか女のことをさ、お前さとか、お前よとか、これお前呼ばわりしてくる男は本当にねダメだわ。好感度それだけでダダ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 
今口の中がね、こんな感じ、ごちゃ混ぜになってる。お腹いっぱいお腹いっぱいだ。もうなんだよこれ。整列整列、はい、 OK OK。 見て、今ちょうどシンデレラがある。残りのこの泥団子はちょっとママにあげたりとか、後日ゆっくり食べたりします。企画とかでもね、ちょっと使ったりしてみようかな。黒い食べ物だけを食べてみるみたいな企画とかでも使えると思うんで、何個かね保存して届きたいなと思います。 あとあの TikTok の撮影にも使います。よかったら TikTok 見て、ちょんまちょ見て、ちょ見て、ちょ。ごちそうさまでした。動画を最後まで見てくださりありがとうございます。ぜひチャンネル登録、そしてグッドボタン、コメント、無断転載、これお願いしますよ。どんどん私の画像を使って無断転載してください。ということで、また次の動画でお会いしましょう。せーの、あ、せーの、かぶる、あさみでした。Give thinking that I can do it.